最初から一次評価ですか、と二次評価の問題はずっと議論がありまして、まあ、ご存知のように一次評価はまあ炉心を生まれと、で二次評価はそれ以降という意味になっているかと。それで、まあ、その切り分け自身があることはわからないではないわけですが、この問題がその少なくても再稼働ということとですね、リンクしている形であるということに関しましてはですね、これはとっても納得できる内容ではない。一次評価だけではですね、それはなぜかって申しますと、炉心溶融を起こさないように努力するのはそれは当然で今やってるわけですね。一次評価いいですけど、福島はですね、炉心溶融3基も起こしてるんですよ、3つのプラントが。それを起こしておいて炉心溶融ね、起こさないようにするっていう評価で多重防護が成立しないのは自明じゃないですか。原子力プラントの設計概念の安全性の根幹は多重防護じゃないですか、皆さんおっしゃる。他にない。多重防護というのは炉心溶融をしないように努力をする。でもそれで突破されたらここでガードする。その最後の方まできちんと評価をしないでおいて、安全性の議論にはなってないっていうのが認識だと私は思いまして、これはですね、ぜひ法案委員の方にお聞きしたくない。岡本委員、他の委員の方々ですね、どのようにお考えかをぜひ。これはですね、枠組みの問題、これでやるとかそういうことじゃないんです。中身としていかがお考えかぜひ教えてください。それは奈良林委員お願いします。ですね、私はこのストレステストの一次評価が意味がないということではないと思います。まずですね、一番大切なのは原子炉の炉心やっぱり溶かしちゃいけないんです。原子炉の中に閉じ込められている放射能を外へ出しちゃいけない。まずこれを徹底的に、評価すると。まずそれがあって、しかる後に、次はその出てってしまった、FP 放射能をどう、さらに格納容器の中に閉じ込める、あるいはフィーター付きイベントをこれを使って、環境に出さない、これを2段階でしっかりやるべきだというふうに私は思っています。それで、今一次テストもですね、これ交通渋滞でずっとプラントが並んじゃうとですね、二次評価が一体いつ変わるのかって、そんな感じになっちゃってるんじゃないかと思うんですね。ですからまず一次評価をしっかり評価をして、そして問題点があればそれをちゃんと克服するためのことを作業やらなきゃいけないですし、それに加えて今度二次評価の準備もどんどんしていただくということが、私は今国民の皆さんがですね、こう心配されている中で我々がまずやらなきゃいけないことだというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。では後藤委員お願いします。いっぱいプラントがあって、それで確かに一次評価からね、順番、それは分からないじゃない。ただ私が申し上げたいことは、そこで一次評価を持ってあるここまでは確認ができたということが、ではそれはどういう意味を持つのでしょうかということをお聞きしてるんですね。で、実はその、新聞ね、情報でもあれですけども、昨日ですかね、斑目安全委員会委員長もその一次評価と二次評価の件に触れて、一次評価というものをもって安全の確認というふうにはならないかなということを発言されている。まあ直接私聞いてませんから、新聞情報によりますけどね、そのように、つまり一次評価だけではですね、一次評価によってはそういう判断をするのはどうかいかがかという趣旨の発言になっていると私は理解しています。で、その時に私が申し上げたいのは、我々意見を言わせていただいておりますけれども、これをもとに保安員さんが判断をして出す、その後安全委員会が評価するという流れでいくかと思いますが、そこの位置づけですね、一次評価というのはどう位置づけで、じゃあ何をどうしてそれでどう出すかということについて、その位置づけの問題は非常に大きいと。それによってこれは何が大きいかと言いますと、国民にとってですね、特にそのプラントの現地にとっては何をもって安全の確認をしたのかと、するのかということが一番最重要な課題なわけですから、その安全だというのか、そうではなくて、安全とは安全の問題が証明しているのではない、努力をして改良したということだけを言うのか、明確にそのことを言う義務があると思います。それをなしに、これはこのプラントは終わったという表現をするのは非常に欺瞞的だというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。それでは奈良林委員お願いいたします。のですね、一次評価が終わったからこれは安全が担保されたというのではないと思います。安全はですね、 NRC もそうですけども、たゆまぬ努力をしていくと、これで初めて安全が確保されるんです。
だから我々は一次テストを今やってます。これを評価をしてしっかりまず原子炉の炉心が解けないところまでまず持っていくと。で、昨年保安院から出された緊急安全対策、それでどこまでしっかりそれが対応が取れているかどうか、それをまず評価をして、次が今度二次評価ですよね。でこの二次評価で今度はフィルタード弁当、まあ、こういうものを今度つけますということになってきてますから、そういったものをつけて環境に出る放射能をどうやって防ぐか、千分の一になるか、ね、こういうことをちゃんと仕組みとして考えて、さらにこれを日本に導入する場合のいろんな安全審査上の手続きがあります。そういったことをですね、迅速にやっていかないと、原子力発電所の安全は最終的な究極の安全性は確保できないというふうに思います。ですからこの安全を絶え間の努力をするというのは、これ NRC もそうですし、ヨーロッパもみんな同じ考え方を持っています。絶え間の努力をしないと、福島のようになってしまうかもしれない。ですから我々はそのところは真剣勝負で臨まなきゃいけないというふうに思います。以上です。はい、取りまとめありがとうございます。私もストレステスト自体は継続的改善のツールである、まあ、これはもう今までもずっと言われてきたことでございますので、そのために今奈良林委員がおっしゃられたように継続的改善をしていくんだと、それをしっかり示すということが非常に重要であるというふうに思っています。で、まあ、数字自体はですね、今回前回西川委員からも数字の話がありましたけれども、ある程度の目安を与えるものであって、有効数字が3桁もあるとは個人的には思っておりませんが、それに対して、どの程度の誘導があるのかということを今示しているわけです。でこれを超えたら直ちに炉心溶融に至るということではないということは、今後、二次テストで再確認をしていくことになろうというふうには思っておりますけれども、ここのところは非常に重要で、今の時点でも報告書の中にはいくつか記載がございますけれども、ここのストレステストを、少しでも超えたらもう直ちに炉心溶融に至るということではない、これはシミュレーション上の話であるということもまた一つの重要な視点であろうかというふうに思っております。で安全を担保するのはただいま後藤委員からおっしゃられましたように深層防護の思想で、もう前段否定の考え方を明確にしていくということを安全委員、ごめんなさい、保安院の別の意見聴取会の方でも出していらっしゃいます。でこれ以外にもいくつも意見聴取会が走っていて、でそれについては保安院さんの方から、今週でしたか先週でしたか安全委員会の方に、ご報告されているということも聞いております。まあ、そういうような怠慢努力を続けていくことによって安全が最終的に確保されていくというふうに考えてございます。ですので私も斑目委員長が何とおっしゃられたか、多分斑目委員長はその7月6日の資料ですか、その資料のことをおっしゃられたんだと思うんですけれども、対話の努力を続けていくということが非常に重要な視点であるということだけ私の意見として申し上げたいというふうに思っております。じゃあ後藤、じゃあ井野委員をお願いします。井野です。今岡本さんが、まあ、その数値を超えたからかなりすぐ壊れるわけではないとおっしゃったけど、それは逆に数値以下でも壊れることもあるというのが、まあ、数値が概略だということの意味ですよね。そこは変なバイアスをつけちゃいけないと思いますが、いや、まあそれでですね、この二次評価というのはその影響評価ですよね。その放射能のがどういうふうに外へばらまいたときにどういう影響になるかというそういう問題、それをのことが関わっているわけで、住民にとってはそこまでの議論がないとですね、それは安全委員会がどういう、まあ、その保安院がどう説明しても、まあ、今日の午前中も大いに行ったということですけど、どう説明したかによってですね、それが自分の身の問題としてきちんと理解できないんじゃないんでしょうか。一番のポイントはそのつまりその一次評価で絶対安全だということが言えてるわけじゃないわけですから、それが破れることがあったときにどういうふうな影響があるかということまで、話がなければですね、
住民の人の判断というか、それができないと思うんですね。だから、まあ、そこがやっぱりだから一次評価が無意味ということではなくて、一次評価と二次評価はやっぱりセットでないと、本当のストレステストの意味にならないのではないかというふうにまあ思います。ですからその事業者がですね、まあ、関西電力なんかたくさん出してるんだけど、あんだけ出すならば二次評価の方もですね、さっさと出してほしいというふうに思います。そうしないとですね、おかしいんじゃないでしょうか。ですからそれはきちんとホワインの方がですね、催促すべきだと。去年の暮れまで出して順調にいけば当然それも含めて今の時点で議論できるはずですから、そういうふうに思います。別に審議が並んでてトラフィックジャムが起こしてる、別に事業者は出せばいいわけですから、一緒に議論をするというふうな形にすべきだと思います。それから渡辺さんが、おっしゃったことは、国会の事故調の中でのに対して答えた中では、その安全審査、指針の改定が必要なんだと。そのこととストレステストは、両輪というか車の両輪のようなものであるという、そういうふうにおっしゃってるわけですよね。ですから、その両輪でなるためにはやはりその二次評価まで含めて初めて両輪になるの一つの輪になるんではないかというふうに、考えられます。以上です。はい、ありがとうございました。先ほどから申し上げてますように、ストレステストだけが全てではないということは、これは皆さん合意いただいていると思いますし、市村課長からも話、岡本でございます、あったと思いますので、これはもう継続的改善を進めていくための一つ のやり方であるということで、その、一つ目の順番の過程であるとプロセスであるという認識でございます。はい、ご答弁をお願いします。私もこの間の議論を通してですね、ストレステストというものがそういう弱点を見出してそれを改善するためのツールであると、そういう認識はしております。ただ一点違いますのは、先ほど奈良林がおっしゃいましたけれども、例えば一例です。弁当ですね、今回は非常に問題になって、格納容器弁当フィルターをつけるという話が例えばあります。でそれは今の一次評価ってことでは出てこない話ですね。二次評価で出てくる。そうすると一次評価の段階で、いや二次評価も含めてですけど、ストレステストというのは安全を目指して努力をする、一生懸命、それは当然なんですが、努力をしているからこれで良いかという、そのつまり最終的にですね、そういうプラントの運転に関わるところをに関わった評価なりものを言うならばですね、そこのところをきちんとしなかったらですね、無責任も極まりないわけです。なぜかって言いましたら一次評価のところで終わっといて突破されちゃって、実際に事故が起こったときに、あ、一次評価までしかしてなかったから、それはまずかった、そういうことではまずいですよね。やはりできる限りのことをやって、つまり努力してればですね、それでいいという、そんなことで許されるはずないと思いませんかね。私は違うと思うんですね。きちんと我々としてここまでやらなきゃいかんのだということをどこかで判断、誰かがしなきゃいけないわけです。そこのことを問われているのではないでしょうか。そこのところの議論をですね、する必要があると、私はそういうふうに思いますが、いかがでしょうか。岡本でございます。先ほどから申し上げてますように、これ一次評価のこのクリフエッジを超えたらすぐさま炉心用に至るというものではないということはご理解いただいているというふうに思います。それに対して、まだ二次評価の報告書が出てきていないということはあると思いますけれども、基本的には、そこの部分に対策についてはこの報告書の中にもいくつかは書かれています。全部ではない、網羅的ではないところが非常に、ご当委員 のご不満なところであろうと
私もそこのところは網羅的っていうかしっかりやってもらいたいと思っておりますけれども、ある程度のところはこの報告書の中にも書かれています。で、あくまでこれは出てきた一次報告書に対しての評価を今やっているわけでございまして、そのあたりを今後しっかりと見ていく、二次評価を含めて見ていくという作業が重要になってくるというふうに思っていると僕の認識でございます。今の議論は出てきた一次報告書の評価の議論ではないですよ。審査の進め方の議論ですから。はい、岡本です、申し訳ございません。審査の進め方としては、だからそういう意味では法案委員さんとしては、この7月何日かの指示文書に従って、やられているというふうな認識をしているということでございます。いや、そうなら12月までに出すべきだったんじゃないんですか、各事業者は。もうすでに、すみません、保安審判クルクでございます。すでに市村課長の方からお話ししていることかもしれないんですけど、何点かちょっとクラリファイした方がいいのかなというふうに思ってますので発言させてください。まず1点目ですけれども、まだらめ先生が直接どう言われたのか、私もその前に言ったわけじゃありませんけれども、事務的にも我々問い合わせをしたところ、一時評価だけで運転再開すべきではないというような趣旨のつもりで言ったものではないということは安全委員会側からも聞いております。で、原子力安全委員会、これ実は我々がどういう形で評価していくのかということを安全委員会とも相談しながら決めてきたわけですけれども、当初から二次評価っていうのは重要であるという立場を取っておりました。その意味で、その真田委員長、また他の安全委員の先生もですね、二次評価の重要性、これを強調されたものだろうと我々は思っておりまして、いずれにしろ現在先般の我々を評価した結果、安全委員会にその報告をして確認を受ける作業をしておるところでございますので、その中で安全委員会の考え方も明らかになってくるだろうと思っております。それから、これはもうご理解した上でのご発言だと思いますが、私ども法案員としても二次評価も実施するつもりでございますし、そのこういう評価や安全向上作業とともに合わせて指針基準、これ向上的な指針基準を作る作業、これも並行して進めて努力をしているつもりでございます。その中で、これ再三お話ししておりますように、今分かっている知見の中でですね、そのできるだけ一次評価を、その得られている知見を集めて評価をしていくということでございまして、で、論点等がある場合にはできるだけそれを明記をして、今後我々地元等に説明をするという機会もあると思いますので、その際にですね、どういうことをワインが評価をして、どういう形のものを出したのか、これはできるだけ明確になるように、そういう作業をしてきたということでございます。このような一歩一歩の安全性向上のための活動、これを一つずつ進めていくことが我々の使命だと思っておりますし、続けていきたいということでございます。ご答弁をお願いします。おっしゃる趣旨ですと、ストレステストは、ずっとですね、その努力をして、やっていくと安全を向上する、それですね。ですけど、その時に私が問題だと思いますのは、そもそもその議論というのはクライテリアがないわけですし、何をやるかというのも一応こういう手法のことはお話ありますけどもね、対象がどうであってどこまで組み込むとかないわけです。それ議論してるわけですね。ということは、ものすごく技術の領域、例えば設計で確定させてこれでどうかという確定をさせるのとは違った次元の問題なんですね。そういう不確定性の非常に大きな問題なんです。ですから、先ほど岡本委員がこれをもってある一定のこれ来てもですね、あるあたりになってもクリエイティブになってもすぐに路針用意するものではないっていう曖昧さがあるから、そういうことをおっしゃったんです。それはそういうことがあります。私も認めます。ですから逆もあるということを認めなきゃいけない。
すごく曖昧さがあって、全部の事柄をすべて我々がですね、組み込みしきれないから事故が起こるわと。読み切れないから、残念ながら人間。ということを根底に持たない限りは、非常に危ない議論になるというふうに私は思っています。それが一点です。それでその時ですね、そもそも原子力でじゃあ確実にやるにはどうするかって申しますと、審査指針があるわけじゃないですか。耐震設計審査指針と安全設計、ね、審査指針、その指針が問題がないかということを議論もせずに原子力プラントの安全性を議論するのはナンセンスなんです。今福島がそうじゃないですか。ですから福島の事故原因を究明して、それからある一番根幹のところの問題まで行かなきゃいけないわけです。なんで部分的な問題にするかということなんです。そこは例えば多重防護のあり方そのものが議論の対象になるかおかしいですよ、これは。あるいは例えば格納翼ベントだったら、格納翼ベントってありますけどね、それは一つ、そしたらフィルターつける、それもいいです。ですから他にも他の破壊モードいっぱいあるわけですからね。で水素問題はどうだって一個一個全部あるわけです。でそれを他で議論してるからとおっしゃいますけど、ではそれは本当にどなたかね、ここに来て少なくともその方が責任を持って全てを語ってください。きちんと皆さん国民分かるように全てを語る、それでもって安全を確保できるっていう議論がない限りは原子力プラントは安心して運転なんかできるはずないですよ。それはいかがお考えですか。これは単なる枠組みの問題じゃないですよ。ファインはそういう役割でもないとおっしゃるんですかね。ファインは原子力のプラントについて安全性について責任を負ってるんじゃないですか。それはどうお考えなんですか。お聞きしたい、ぜひ。はい、今その評価をしながら、その基準の策定、まず基準の策定を終えるべきであるというご指摘だろうと思います。私ども現時点で、ストレステストこれ実施するというのは使命だと思っておりますが、決してその基準の策定をおろそかにしているつもりではございません。今までもお話ししていたように、別の場ということで非常に御都院は別の場というのがあまり好ましくないというご質問のことはずっとおっしゃっておりますが、その今回得られた知見、これもすべてですね、現時点ですべて 100% 得られているわけじゃない、それはおっしゃられている通りでございます。すべての施設が見れる状況にはないわけでございます。ただかなりのことが分かってきて、おりますので、それをベースとして、今回福島のことで得られた知見ということを、先般30項目の対策として示したわけでございます。ただこの30項目の対策については、そのより広い観点、福島以外も含めたシビアアクシデントの考え方について整理をした上で、それで国民に提示をする必要があるだろうと、その上で新しい規制庁がですね、基準としていくという形で、我々基準として、ちょっとホワインがですね、新しい規制庁がこうすべきだとかこうするだろうということはあまり言うべきでないのかもしれませんが、その新しい規制庁が今まで行ってきた検討の結果を活用してですね、基準等にできるように、その作業を我々は今まで実施してきたところでございます。でこれについても先週公表してですね、国民の皆様の身にも分かるような形でですね、提示をしてきているということでございます。はい、それでは井野委員お願いします。ですね、ストレステストは、安全性に関する総合的評価というふうに言ってるわけですよね。そういう名称になってるわけでしょ。だけどその総合的評価になってるんですか。その今までの話聞いてますと、特にその一次評価だけで何か報告を出した、その一次評価は部分的評価じゃないんですか、安全性に関する。ですからこういう名前は非常に矛盾した名前ですよね。でそういうことにだんだん、分かってきたんじゃないんでしょうか、この議論の中を踏まえて。そうだとすれば、まだらめさんがその両輪って言ったのも、当然その基準の指針の見直しも含めて初めて安全性に関する総合的評価が出るという意味だと私は解釈したんですけれども、そうしますとその、そういう基準の見直し、指針の見直し、それから、ストレステスト
その両方がないと、その総合的評価にならない。特にそのストレステストをまたその一時だけで済ますというのは本当にですね、ごく一部なんだと、一部の評価なんだと、そういうことをですね、正確に地元等に、あるいは国民に説明していただきたいと思うんですね。そういうものなんだと、そういうものでやってるんだと、でやってること自体僕は必要なことだと思いますが、そういうような位置づけをですね、きちんとしていただかないと国民を騙すということになるんじゃないんでしょうか。ホワイトの市村でございます。今井野先生からご指摘あった点、あるいは後藤先生からもご指摘あった、他の先生からもありましたけれども、我々もこのストレステスト総合的安全評価という名前がついておりますけれども、これで全ての安全性が評価できるとは申し上げてない。むしろそのある種 の, その手法を定めた中での限定的な結果であるということはもう再三申し上げているところであります。でその中で我々として何が判断できるかということを我々としてはこの審査書の中にお示ししたつもりであります。でそのカバレッジでありますとか、あるいはそのクライテリアについて何ら基準記載がないじゃないかというご指摘がありましたので、まあ、この中にできるだけ我々としては書かせていただいたつもりです。安全誘導の考え方、許容値の考え方であるとか、あるいはその 11.4 メートル、例えば大井の場合はですね、 11.4 メートル超えたらどうなるのかと、それは正確にそれはもう評価をしてませんということも明確に書いてございます。あるいはそのどういう事象を対象にしているのかっていうのも、これも確か後藤先生からかご指摘がありましたので、どういうところまではカバーしているけれどもその先はカバーしてないっていうのもですね、できるだけ書いたつもりです。でこれはもともと仕組みを一緒に作った安全委員会にもお示しして、この我々がやった作業がですね、そのもともとの意図したものに合致しているかどうかっていうのはこれからしっかり見ていただく予定です。でその上でおっしゃる通り、そのこれを国民の方、地元の方がですね、どう受け止めるかっていうのが最大の重要なポイントだと思います。我々は安全委員会の確認を経た上で、安全委員会確認が取れればですね、もちろんその分かりませんけれども、それが取れれば我々がやったことを正直に地元の方などには説明に行くつもりでございます。でその上で最終的にそういう状況も踏まえてですね、再稼働するかどうかっていうのは、これは冒頭から申し上げております通り、我々が決めることではなくて、その地元の方も含めて理解が得られているかどうかっていうのを見て、政治レベルで判断をするということでございますので、その意味では私はその先生方、皆さん先生方からおっしゃられたことっていうのは私の感覚とはそれほど違ってないっていうふうには思ってございます。はい、それでは後藤委員お願いします。今そのいろんな意見、問題点とか、なんかこの確認が取れてない問題とか、そういうこともまあ触れてるってことをおっしゃったんですけど、私はそういう印象をちょっと持てないんですね。全体としてこれは問題なかった、問題なかったって確認が入っていて、それで積み残しての問題とか、ここの視点は抜けてるってことはもっと明確に出すべきではないかと思います。でそれはですね、なぜそれを言うかと言いますと、もちろん私が例えば指摘したことがですね、妥当かどうかはそれは分かりません。全てがそんなこと言ってるつもりじゃないんです。ただ少なくとも私が考えうる福島の事故から思ったときに、これは当然考えるべきだろうと思ったことを申し上げているつもりなんですね。そうしましたら、それについて評価はどこまでやって、どこまでできない。例えば火災についてどうですか。外部火災に対してはプラントの評価どうなるんですか。プラント外部から何時間炙られたら火で持つんですから。ストレステストやってないじゃないですか。火災だから関係ないって言うんですか。それがダメだって私言ってるんですね。それはそういうその津波ですね、津波に随伴して出てきたことがたまたま福島で見えたから、それはいかがですかってお聞きしてるわけです。そしたらそれがすぐ評価できないんだったら、まあそれは置いて、置くんだったら、仮に置くんでしたら、そのことを明確に置いて、このことについては別途評価すると明記してください。それをやらずに置いて、あたかもやったことをして問題ないっていうのはものすごく問題です。もしそれでそのことが起こったらどうされますか。責任ははっきり申し上げます。これは福島の事故はそういうことの積み重ねできたと私は思っています。
例えば地震いや津波ですね、津波の評価、地震の評価とか、あるいは他のことも含めまして、もちろん一生懸命みんなやってきた、しかしながらその思わぬところでそこのあるところがやられて、特にですね多重故障ですね、同時多発でやられて、それが原因になってさらにいろんなものが重なって事故に至ってるわけですね。とその反省に立つならば、そういう新たな指摘があったらそれ無視できるはずないでしょう。それを無視されたら絶対それは安全性の議論を根底からおかしいと私は思いますが、いかがでしょうか。市村でございます。ご指摘の点は、これまでの議論の中でも大変厳しくご指摘をいただいた点だと思います。でそれについては、その例えば津波随伴でもっと厳しい事象が起こるのではないかと、あるいは火災も含めて起こるのではないかというご議論をさせていただいて、我々はなりのその考え方というのは示させていただいたつもりです。でその結果についてもこの審査書の中にも書き込んであります。でその上で、そのもちろんそのこの我々 の, その想定、考え方、審査で十分かどうかっていうのはですね、当然そのご議論があると思います。だからこそこの安全委員会っていうプロセスがあるというふうに理解しておりますし、さらにはそれをそのこれがいずれ再稼働っていう議論になるときにはですね、それを踏まえて地元にもしっかり説明をするっていうのは、もうこれは再三申し上げている通りであります。でこういうそのまだこの保安院の審査というのは最初のステップでございまして、でこれからその安全委員会あるいは地元を含めてですね、あるいは政治的な判断というのステップが続いていきますので、この中でこういうその我々のスタート台にこれを用意している、これがですね、世間にその受け入れられるものかどうかというのは厳しく批評されるものだと思っています。長くなりますからこれでやめますけれども、一言だけ、ですね、評価しなくてはいけないかどうかわからないことが課題にあったとします。その問題が出たときにはですね、それが確実に解決に至るまでは問題として残すのが自明だと思うんですね。それが一番基本的な考え方だと思います。もしそれを無視してしまいますと、流してしまいますと、安全の確保なんかできるはずないわけですね。安全というのは確認して、これでこの問題はクリアになったって言って初めて次の攻撃当然行くわけじゃないですか。そうするとそのことを一番大切にしなきゃいけないと私は思ってるんですが、それが日本の原子力が一番甘かった、はっきりと。で他の業界、他のジャンルですね、例えば機械系の、例えば工場で仮に工場のラインがあって、そこで安全性の議論がある、例えばロボットの安全性の議論がする、その時にどうするかって言ったらフェールセーフ化しますよね。でフェールセーフ化、機械が壊れたら大丈夫、それでも人がですね、怪我しないようにやるんですけども、その時にかなり突っ込んだ議論をするわけですよ。メカニカルのところで、エレクトロニカルから、すべてあらゆるモードに対してフェールセーフ化するっていう努力をするんですよ。その考え方を徹底する努力を していてもなかなか難しいんですが、そういう考え方を取らない、原子力はそれは取ってないんです、はっきり言うと。多重防護だけでやってる。そちらに重点が、意見が違うかもしれない、そちらに重きが置きすぎてる、で確率で落としてるところがあって、それは技術の他のジャンルから見たら私は間違ってると思ってます。以上です。はい、お願いします。ですね、原子力の世界で、そのいろいろな安全が、しっかり守るということが全くやられてなかったということは絶対ないです。これは我々も安全研究やってましたから、いろんな研究をやって、そして炉心がどうなるということはずっと評価をしていました。で今例えばですね、火災の話もありますけども、私は先ほどちゃんと質問しました。油のタンクが上に津波が来たらどうなりますか、油が出てくるんですか、ちゃんと現地で確認してくださいということを申し上げました。ですからこの委員会というのはそういうことを指摘して具体的にそれをちゃんと確認していただくというものだと思いますので、単にやってないというわけじゃなくて、ちゃんと私が質問すればちゃんと調べていただけるということになってますから、こういうことをしっかり具体的に技術的にですね、この意見を申し上げて確認していただくというプロセスがこの意見聴取会だというふうに私は思います。じゃあ、ショートでお願いします。はい、今のね、その
タンクがどうこうでそれ見てきてどうこうってね、そういうレベルの話をね、安全性の議論というのをすること自身がナンセンスですよ。私が言ってる意味はですね、津波に随伴していろんなことが起こるんで、ものすごく不確定要素が入ってるんです。ここのタンクが来られるんじゃなくて、若狭湾のこっち側でやられたものが流れてきてこう来ることも含まれてるんです。そうなら事故ってのは当たり前なんですよ。そういうことを議論しようとしないこと自身が安全性ということに対して全く議論を欠いてるっていう私の意見です。これ多分キリがないので平行線をたどると思います。安全というものに関してはですね、いわゆる安全学のようなものもあります。学会のようなものもあります。でそういうところでもいろいろ議論は深められていると思います。多分これ委員の皆様それぞれに思っているところもあると思います。今日はちょっとキリがないので大変恐縮ですけれども、このあたりで最後に一言、じゃあ委員をお願いします。今の議論とちょっと別のことで、これはですね、ストレステストのこの報告書を見ていて、各事業者は外部電源の喪失についてはいずれも壊れると 1.0 付近だとこうなってるわけですね。この改善は議論しないんでしょうか。事業者はやらないんでしょうか。その福島第一と第二の差を分けたのはいくつかあると思いますけど、外部電源が一つ生き残ったということが、第二が助かったという要素が大きいわけですね。でそういうことがあって、その外部電源はもう壊れるものなんだということになってるということはね、ちょっと私はよく納得いかないんですよ。これはやっぱりその外部電源でどこまでいくかっていうのは、もちろんその基準自身のどこまでやれるのかっていう問題はあるにしても、その改善っていうかその努力っていうのは非常に僕大事だと思っていて、それを抜きに例えば消防車とかね、そういう非常用設備でその場合を賄うという発想よりはですね、やっぱり外部電源、そういうことが壊れない努力をきちんとしておくという、そこにおいてのですね、本筋をその改善努力としてやってないというのが非常に不思議なんですが、この辺は各事業者にもこれから伺いたいと思いますし、また保安員の考え方も伺いたいと思います。まあ、時間がなければ次回でも結構です。それは実は別の意見聴取会でだいぶ議論をされております。でホームページ議事録公開されておりますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、基本的には電源の信頼性を高めるということが非常に重要な視点であるということを言っております。はい、で福島第一と第二の違いは、外部電源もそうなんですけど、私の認識はメタルクラウドスイッチギア、それからパワーセンター、そういうような電源盤があったかないかの違いが非常に大きかったというふうに。